皆さん、こんにちは。K-WORKS の黒田です。今日ここは、鈴鹿サーキットの、パーキングエリアにいます。2022年、3年ぶりに鈴鹿初祭が開催されて、今日はですね、このトレーラーで、3日間、予選の日から、今日、決勝を今、まさしく走ってる最中なんですけども、この3日間をトレーラーで、滞在するということで、ちょっと、解説したいと思います。まあ、解説というか、実況中継ですね。もうこんな、ライディングスポーツですね。もう27年ぶりにこの雑誌を、買いました。そして、今日は、鈴鹿サーキット主催、中のパスポートですね。パドックパスですね。持ちまして。で、私は、2019年直前の主催で、最後ですね、トップを疾走していた、ジョナサン・レイというレーサー。もう大好きで、で、今日はですね、なんつうの、川崎の T シャツに帽子をかぶってですね、一人で盛り上がって、来ております。今日ですね、このトレーラー、何かというと、エアストリームの最もミニマムモデルのベースキャンプ 16X。そして、ヘッド車両には、プラグインハイブリッド、三菱アウトランダーですね。こちらを、連結してですね、ヘッド車のプラグインハイブリッドの電気、1500ワットの出力電気を使って、この、トレーラー、3日間どんな風に滞在できるかっていうのをいろいろ実験してみたわけです。私、トレーラーを、販売もさせていただいておりますが、自社でもトレールワークスを開発してですね、国内で唯一無二のですね、オリジナル国産トレーラーということで、好評もいただいて販売させていただいておりますが、やっぱりトレーラーをですね、知り尽くすには自分がですね、どこまでも使い倒してですね、で、実際にどうなのかということで、今新しい試みで、このトレーラーに対してですね、チャレンジというか、実験も行っておるわけなんですけども、この PHEV の、プラグインハイブリッドの電気を使って、今、外はですね、30度以上ですね、炎天下の中でも汗だくになってしまうような状況なんですけど、今こうめちゃくちゃ寒いです。エアコンを、かけてですね、このコールマン、マッハというタイプの、冷房で、このミニマムなボディサイズでしっかりと気密性も、よくできていて、断熱も効いてるもんですから、もうすぐに冷えるんですね。あっという間に、涼しくなります。じゃあ、この3日間滞在するにあたって、もう本当に滞在できるのか、それから、滞在中、どんな風に、この、電源と、それから、あと水ですね。水を、100リッターほど、給水、タンク、清水のフレッシュウォーターですね、満水にしてですね、来てるわけなんですけど、じゃあ、これが果たして、3日間持つのかと。そんなことですね。実体験とともに、解説をしていきたいと思います。それでは早速ですね、ちょっと中の装備というか、今皆さん最も気になるのはエアコンのことじゃないかと思っています。このパーキングエリア、実際は外に、たくさんのキャンピングカーもいます。夜ハッチを開けて電気をこうこうとつけてですね、多分お酒も交わしながらキャンプ気分です。パーキングを鈴鹿の初祭の前夜をですね、楽しんでおられたんだと思いますけども、私は同じくですね、ここヘッド車を切り離してですね、トレーラーの特権ですね、日帰り温泉に行って温泉からまた戻ってちょっと食材を買ってきて、またさらに冷たいビールを開けてですね、外出なくて天気が悪かったもんですから、この中でちょっとつまみをですね、用意したりして、ガスコンロを使ってですね、LP ガスがついているので、簡単なちょっと調理というか、つまみを用意して、そして朝は朝でですね、野菜を切ったりとかですね、サラダを作って、で、ちょっと買ってきた朝食用のパンなんかも、用意したりして、またレースのね、決勝のスタートに臨んだわけなんですけど、まずですね、電気。ちょっとこのエアコンから、PHEV の電源どんな風に使えるかっていうことから、まずは一番皆さんが興味を持っているところからいきたいと思います。このエアストリームの 16X の車内です。
もう素敵な、デザインのインテリア。フロントがですね、こんな風に、オープンキッチンになっています。ここはもう後ですね、また細かく解説をしていきたいと思います。これ、なんと、最近調達した、ポータブル洗濯機。そして、エアコンの方はここにありますが、現在、ハイクール。クールのハイで動かしているんですけど、もう今寒いです。だからちょっとロークールにします。ロークールにしても寒いぐらいです。この電気をですね、一晩使った状態でどうかっていうのを、ヘッド車両のですね、アウトランダーの電源のですね、残量メーターがあるので、そちらをちょっと見ながら解説したいと思います。じゃあ、ここエントランスがありますので、エントランス、これ、こんな、アメリカン特有のシェードがついています。でこのシェードをちょっと開けて、エントランスの、ですね、ドアを開けます。もう今、扉を開けた瞬間に、レーシングマシンですね、今8台を走行しているバイクの音が、高校と、響き渡っております。でこの向こうはですね、ちょっとだけズームしてみましょうか。こんな風に、これ全部バイクです。全部バイク。すごいっす。すごい数のバイクで、やっぱ8台はバイクで見に来ようということなんですけど、私もこのサーキットを、いつも走っておるんですが、横着をするわけではありませんが、もう一つ目的が、ございましてですね、この、プラグインハイブリッドのアウトランダーが、こうやってエアコンを稼働させるですね、トレーラー、とともにですね、これどんな風に使えるかというと、実験をしなければならないとですね、自分で決めた使命がありますので、今日はこんな形で、来ました。まあ、ここちょっと今連結外してありますが、この連結外すのは、買い物に行ったりですね、お風呂に行ったりとかですね、それから、いろいろ、用事が出てきますので、自由自在に行動できるように切り離しをしてあります。ではちょっとこのアウトランダーですけど、ここに、車内に入ってみたいと思います。そうすると、ここの、メーターにはですね、インジケーターがありまして、右側は、ガソリンの、メーターですね。そして左側は、これ、電源、バッテリーのですね、残量のメーターになります。今、バッテリーを使い切ってる、状況になりますが、これ実際、昨晩ですね、ちょっとこう、やってみた状況を説明しますと、この、プラグインハイブリッドは、ノーマルの状態、それから EV の状態、それからパワーセーブした状態、それからチャージ、バッテリーの方にひたすらチャージするというですね、状態。これは、エンジンを稼働させている状態、内燃機関のエンジンを稼働して、このプラグインハイブリッドの車両に装備された、バッテリーの方で、チャージがされていくものですね。これ、昨晩ですね、バッテリーの残量が4分の3ぐらいだったんですが、エアコンの方は、おおよそですね、どのぐらい稼働しているかというと、日中、稼働させて、夜スタートさせたとき、この4分の3から、深夜だいたい2時ぐらい、だいたい僕寒くなって切っちゃうんですね。で、エアコンは、4時間ぐらいですか、稼働させて、で、あと、朝起きて、それからまた、2時間ぐらいですかね。だから、5時間ぐらい稼働させたんでしょうか。すると、この、バッテリーの残量メーターは、4分の3から残り4分の1ぐらいになってました。また、こちら今戻ってきてから、エアコンを、1時間半ぐらい今稼働させてるので、そしたらちょうど今、マインの、ゼロ近くのですね、ところに来てるんですけど、ただ、それでも、後ろのですね、電気がストップしてしまうとか、エアコンが止まってしまうわけじゃないんですね。これ何かっていうと、勝手にですね、バッテリー容量がなくなるとノーマルモードにしておくと、チャージが始まりまして、内燃機関のエンジンが稼働し始めます。要するに発電機が稼働したような状態になるんですね。だから電源はずっと送り続けられるわけなんです。なので、使用する前にですね、しっかりとバッテリーをチャージモードで、アイドラップで、満充電状態にしておいてあげれば、夜はエンジンが稼働して周りに迷惑をかけることなく、静かな状態ですね。いわゆる電気がオンになっている状態で、
後ろのトレーラーが使われると、使えるということで、まあ、電気の心配はまず何もいらないということと、満充電にして、後ろを使ってあげれば、エアコンをずっと夜の間稼働させていても、まずこのメーターですね、バッテリー容量すべてですね、満タンから、ゼロになるまで使うっていうことはないということですね。そのぐらい、電気の余裕がしっかりと ありますよということですね。以前、真夏にやっぱり旧型のアウトランダーで、当社のトレルワークスに搭載されている家庭用の500ワット相当でですね、稼働する、エアコンで試した場合、まあ、このエアストリームに稼働入っている、エアコンはですね、大体まあ1万 BTU ぐらいの出力ということで、まあおよそ1300ワットぐらいが想定されるわけなんですけど、500ワットの家庭用のものでやったときは、もう満タンになっている状態から、一晩、もう10時間ぐらい、エアコンを稼働させても、約、半分ちょっとのところで、ありました。で、このプラグインハイブリッドの電源は、今現在どのようにしているかというと、はい、これちょっとリアハッチを開けます。リアハッチを開けると、ちょっと見にくいですが、こちらにですね、電源コンセントを、差し込んであります。ここが1500ワットのアウトプット電源。で、この電源のコードは、このようにですね、ここから今、出してありますが、ここから、ちょっとこれハッチを閉めます。そして、エアストリームの方へは、エアストリームは、ここに、外部電源の差し込みがありますが、そして、この、接続コネクタで、このエアストリームのところに、電源がこれで取り込まれているわけです。そうすると、またエントランスに戻ってきますが、まあ、正面ちょっと、じゃエアストリームという、ロゴが入ってますが、ここには LP ガスも、2本入っています。で、電気はある、ガスはある、こういった状況に、なっています。で、そして、水は、給水タンクから、約100リッターの、水を給水しています。で、その水は、制水タンクからですね、こちら、トイレ、シャワーが、一体になった、この、シャワートイレがありますので、で、ここで、シャワーを浴びるときに使う。あるいはトイレの、トイレを流す水であったり、キッチンのですね、このシンクをですね、キッチンのシンクを、ここにウォーターポンプで、水が来るという、まあ、こんなことで水を使いますが、ちょっとキッチンの方ですね、説明もしていきたいと思いますけれども、今シャワーの方ですね、いたので、大体どんな、水の量を、使ったかというと、100リッターの水ですね。電気は、先ほど申し上げたように、まず電気が切れることはないということで、電気の心配はいらないと。それから、満充電にしておけば、エアコンを稼働させた状態でも、ヘッドシャロー、エンジンがガーッとか、動いてる場合、状況じゃないので、周りにご迷惑をかけることも、ないと。で、切れた、バッテリーを全部使ってしまっても、チャージモードで、また昼間ですね、エンジンをかけていい状態の時に、チャージしてあげれば、バッテリーの方に勝手に充電されていきますので、また夜、使えるということで、もうものすごいことができるようになったということになります。これはもう、まずですね、このアウトランダーの電源で、このエアストリームのですね、エアコンが動いたと、動かせるということ自体がすごいことなんです。私は、もっと大きいサイズですね、23フィートのインターネットセレンティを、自分でずっと使ってますが、その前はスポーツも使ってました。とてもじゃないですけど、このプラグインハイブリッドの、電源で、このクーラーを動かすということは、不可能。大体およそ 2.5 キロワットぐらいですね、出力が必要なんですが、1500ワットの出力で使えて、しかも、この30度、まあ、35度ほどあったでしょうか、猛暑の中、クーラーをかけてあげても、
もうあっという間に冷えるぐらい、もうオーバースペックじゃないかというぐらいよく聞くんですね。そこまでのことができるようになったということが、もう奇跡というか、もう素晴らしい、もう大革命だと思ってます。で、ちょっとお話に戻ってですね、水の方なんですけど、ヘッドシェルを切り離して、私はですね、出かけます。今回は、なんと、この洗濯物が干してありますが、この下にある、ポータブル、洗濯機ですね。この洗濯機もちょっと、一回、使ってですね、タオルですとか、ちょっと下着ですとか、洗濯を、しました。なるべく荷物を少なくするために、その洗濯機を、持ってきて、夏なんでほとんど T シャツとか、トランクスとか、靴下とか、あとタオルが洗えば OK なんで、もう1回分で十分でした。じゃあ、シャワーの方がどうだったかというと、シャワーを使って、トイレを使ってですけど、シャワーの方は、日帰り温泉にですね、まず1日目、金曜日に来た時、金曜日に行きました。で、次の日の朝シャワーをちょっと軽く浴びました。シャンプーはもう前の日に済ませてるので、なるべくここの水を減らさないようにということで、大体過去の経験で言うと、以前使っていたスポーツが、70リッターほどのですね、タンクだったんですけど、普通にシャワーを浴びて2回で、なくなるぐらいだったんですね。シャワーと普通の、ちょっと洗い物したりとかが、2日間でなくなるぐらい、2回でなくなるぐらい。で、今回は、日帰り湯だったので、日帰りに行って、朝ちょっとさっと、寝汗をかいたところを流すぐらい。そして2日目に、また、夜、日帰り湯温泉に行って、ちょうど穴場も見つけましたんで、そちらで、から、夜はシャワー使わずに、朝起きた時に、ちょっとですね、少し寝汗をかいてたので、それをさっと流して、もう気持ちよくサーキットの方に、観戦に行きたいということで、行きました。はい。だから、金曜日の夜、土曜日、そして、日曜日ですね。ということで、そんな感じで、使ったんですけど、3回軽くシャワー、それから洗濯機を1回使いました。そして、キッチンの方でも、ちょっと、水、ものですね、コーヒー飲んだり、ちょっとお湯を使ったりとかですね、して、大体このぐらいでちょうど良かったぐらいの、水量だったと思います。だから、このように工夫していけば、3日間滞在がですね、大丈夫と。ただ、全部フルでシャワーを使って、何もかも、こなそうとすると、またさらに洗濯をしようなんということを考える、この私初めてだったんですけど、そこまでやると、ちょっと難しいのかな、水が足りなくなっちゃうのかなという感覚です。じゃあ、水回り、電気、これで、OK ということで、キッチンのスペースですね。このベースキャンプですけど、改めてこのベースキャンプをちょっと解説すると、もうなんと何もかも考え尽くされて、このミニマムなサイズに、エアストリーム、約100年の歴史をですね、ここに集大成させたんじゃないかなと。価格もね、いい値段するんですが、でも、これは価格をですね、しっかり納得させてくれる、内容である。さらにエアストリームは、ご納車される孫の代までね、伝えてねと、継承していってねと、そういったコンセプトがあります。このアルミボディのですね、この精悍なですね、このインテリアですね。そして、この就寝スペースですけど、ここは実は、今、リビングスペースとしては、2人の滞在がもう本当に悠々、さらにはもう1人ずつ、もう3人、6人の、滞在も可能と。また奥にもですね、横にクッションを置けるので、この字型にも使えると。就寝で言うと、大人2人とお子さん2人ぐらいだったらもう十分いけるんじゃないかなという就寝スペースで、もう1人だったらもう寝返りを右に左に2回転ゴロ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 と、僕は寝相が悪いので、でも快適にですね、ちょっとストレッチ運動なんかもできるような、状態です。また、上のですね、ちょっとこの、ラゲッジの方も、こんな風にうまく、活用してあげれば、洗濯物を干したりもできると。意外とこんなことがね、できないんですね。で、このポールが非常に便利ということであります。このポールでできたラックが1、2、前方にはね、3つ、4つと、全部で4つあります。それぞれの用途に合わせて使えます。
で、あのテーブルはこのように2つ、こう、あの動くんですね。だから片っぽがこのように、動いて手前に寄ってくるので、ワークスペースとしても、パソコン操作をなんかその本読んだりとかね、するにも、あの何かと便利なんで、食事をしたり、団らんをしたり、最初コンパクトかな、どうかなと思いきや、あの、とてもちょうどいい機能的な回転式のテーブルということで、非常に便利です。ここすごいですね。で、リアにもドアがあるので、このリアハッチの下に、僕は実はちょっと乱雑ですけど、外で使う、あの、チェアですとか、ホースですとか、あの、水を吸収するホースですとか、それから電源コードですね。太いのと細いのと長いの、まあ、いろいろ置いてあるんですが、そこに全部入れてあるんで、バックドアを開けてそこから全て出せると、これはもうね、めちゃくちゃ便利ですね。後ろのドアが開いてそこから、あの、そういった荷物が出せるということは非常に便利。そしてさらにはこの下に、このようにフックが、ついてます。4箇所ついてるので、まあ、今だったら EV バイクですとか、まあ、通常のロードバイク、こういったのも積んだりもできるし、でまた、このマットは、これ、非常に、反発性が良くて、なんか粘りのあるような、感じで、なんかあの、こんにゃくをしてるような、そんな表現が、あの、合ってるのかわかんないですけど、中心した時には非常に体をサポートしてくれて、僕は柔らかいベッドよりも少し硬めの方が好きなので、このしっかりしたクッションが非常に寝心地が良くて、朝爽快な気分で、目覚めることができるという。で、とっても気に入っています。で、ここ、ウィンドウはですね、カーテンでも、なんて言いますか、ちょっと、よくあるアクリルウィンドウとは違うんですけど、アメリカンって大体、こう、シェードとか、ヤスリもあとブラインドだったりするんですけど、このようにですね、チャック式の、まあ、これシェードと言っておきますけど、ブラックのですね、しっかり、こう、光を遮断してくれるので、エントランスのところだけこんな形で蛇腹のシェードになっていて、フロントも同じように、まあ通常ですとかで外が前景が見えるような非常に外の景色が綺麗な場所だったらとっても気持ちがいいキッチンスペースなんですが、このように今左側閉めてありますけど、前閉して塞ぐことができるので、車内はプライバシーも守られ、安心してですね、くつろぐことができるというような、状況ができます。で、このキッチンがあって、キッチンの真上には、ベンチレーターがあるので、これ電動のベンチレーターですね、これ回し上げると、こうやってオープンすると自動的に回ります。なので、これレンジフードがないんですが、昨日はですね、偶然、ティファールのお店でいいものを見つけました。これ、ちっちゃな、今、マルチポットと呼ばれてるみたいですけど、蓋がついて、油物が外に飛ばない。これ、フライパンのように炒め物をしてもいいし、なんかご飯も作れて煮物もできて、まあ、何でも、これ1個でできると。まあ、もちろんお湯も沸かせるし、ということで、これは蓋をして、このさらにベンチレーターを使ってあげれば、まあ、ちょっと油物はね、これ、まあ、通常だったら油物やらないよって言うんですけど、このマルチポットがあれば蓋をして、全然外に油を飛ばすことなく、できるので、匂いも外に、出にくいし、ベンチレーターを回してあげれば、快適に使えると。で、またこの横にあるスペース、ここが広い。広いので、これまあ、今ちょっと皿を置いたり、最近これ見つけた僕のアウトドアの食器のセットなんですけど、これめちゃくちゃ良くて、もう4種類、5種類ぐらいが、4人分パッケージ、このコンパクトにパッケージされている。このアルミの、ステンレスね、ステンレスの質感が非常に良くて、これから今後、愛用していこうかなと思っています。で、電源もここと、この2箇所あって、便利です。それからシンクが、エアストリーム、おなじみのこの丸型のですね、大きなシンク。今この丸型がもうだんだんなくなってきています。なんで、僕デザイン的にもこれ大好きなので、この丸型のシンクがついているということで、非常にスタイリッシュで、かつ機能的。この二口のコンロと、あと冷蔵庫は、ノバクールの冷蔵庫。この容量ももう十分ですね。こんな風に冷凍庫も入って、ついています。そしてここには、電子レンジが、このように、ついています。収納もここ広くあるんで、ここまあ様々なですね、まあ、タオルですとか、まあ、備品を、収納するわけなんですけど、こちらにも大きな収納がこのようにあって、まあ、ちょっとまずは一旦こうやって、入れてみましたが、食器類、ちょっとインスタントのですね、ご飯、ですとか、お酒も入れたいしですね、
ラーメンですが、まあ、食材、食器、コップ類、それから、おなじみのカトラリーのケースが、これはもう大きいモデルと同じです。まあ、こうやってカトラリーをここに全部収納して、コンパクトに収まっている。で、このちょっとしたですね、ちょっと収納があって、こうゴムもついていてですね、この部分に、キッチンペーパーを置いたりしてます。まあ、こんな感じで、このコンパクトの中に、必要不可欠な、まあ、贅沢とも言えるぐらいの装備が、本当にうまく、凝縮されていると。で、照明も、これ、例えば、今、こんな風に、全部消すと、真っ暗になります。夜はですね、さっきの状態だと明るすぎるんですが、こんな風に、LED の、ライトがつきます。これ、向きを変えれるので、こんな風にナイトライド、ライトにして、使ってあげることも、できて、非常に、いい雰囲気が、出来上がるんですけど、まあ、なので、まあ、本当は就寝するスペースとベッドメイクもして見せたいんですけど、ちょっと今、この動画の中では、割愛させていただきます。ということで、まあ、雑な説明でしたけど、とにかく、実際に使ってですね、このエアストリーム、そして PHV の組み合わせ、PHV の電源で、エアコンが動く。で、水は100リッター、満水にしてくると。そして、LP ガスが、装備されている。という状況で、全然何の問題もなく滞在ができるということが、身をもって、体験することができました。なんかね、嬉しいですね。で、改めてトレーラーを、使うということがどうなのか。このパーキングにもたくさんの車がいましたが、キャンピングカー、バンコンも見えたし、バスコン、フルコン、本当に、大きなサイズのですね、豪華装備であろう、車両もあったんですけど、まあ、私にはこれが合ってるなと。ヘッド車両を切り離して、お風呂に行ったり、買い物に行ったり、なんてパッと思いついて、何かね、必要なものをまた思い出したりとかですね。まあ、とにかくこの切り離して、この状況をあまり動かしたくないので、一度来たら動かしたくないもんですから、セッティングして、ジャッキオンで、固定して、で、ドアロックして、ただ自由に動き回れて、また戻ってくると、もうあたかもですね、家にいるかのように、まあ、快適にですね、気ままに滞在ができる。まあ、もうそろそろですね、発車の方も、大詰めの状況です。なので、もうサーキットの方に戻りたいと思うんですけど、ジョナサン・レイがですね、そのまま、改装して走っていてくれればですね、また最後の最後にドラマがあるかもしれません。まあ、僕は、とにかくこの、PHEV プラス、エアコン稼働できるトレーラーで、トイレ、シャワーがついているもの、トイレ、シャワーいらない方は、またいらない使い方もある。トレールワークスをですね、お勧めすることもできる。で、やっぱりフル装備のものだったら、ここまでね、ゴージャスでいいんじゃないかなと、これをですね、孫の世代まで、受け継いで渡してあげれたら何と素敵でしょうか。はい。で、ちょっと一つだけ補足ですけど、まあ水が100リッターと言いましたけど、実際言うと、ここにしっかりとスペースがあるので、まあもう滞在日数によっては、まあ水をどっかで給水できないと、まあキャンプ場じゃなくてですね、車旅として、どっかに行きたい場合、この場合、このサイズを持ったらバスの を止めれるような駐車場がですね、パーキングがあれば、もちろんどこでも行けるし、電気の問題も水の問題も全然なくなる。水は、20リッターの、まあ、当社でバンコなんかにも使ってますけど、フリムタンクに2本でも3本でも4本でも積んでいけばいいと思うんですね。そうすれば、もう十分に、不自由なく、いや、逆にもう本当に、超快適にですね、もうトレーラーのある暮らしが実現して、自分のライフスタイルもですね、もう180度、転換できると思うので、まあ、今回ね、僕は鈴鹿の走りを、こんなに楽しくですね、自由気ままに滞在できるということが実現できたということで、このトレーラーのですね、素晴らしさが、改めて自分で認識することができました。皆さんにもぜひともそれをお伝えしてですね、第一歩を踏み出していただければなと思っています。
当社で体験もできますので、豊橋の、新総合展示場なんかで、体験のご希望がある方は、また、こちらですね、当社の方にホームページより、お気軽に、お問い合わせご相談ください。それではまた。